はい、こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。ハンドメイドバッグのですね、コンテンツ販売を開始したところなんですけれども、開始にあたってちょっとしばらくそのこういう風なコンセプトとか、なんかそういうこととか、あと著作権のこととかのお話を YouTube でちょっとお伝えしたいと思います。まあ特にそのこのコンテンツをご購入の方じゃなくてもですね、いろいろまあなんかいろんな見方してもらえばいいと思いますので、ちょっと少しずつ分けてアップしたいと思います。なんか全部一緒に言おうとするとこれもあれもって出てくると、結局バラバラと細かく分けてですね、項目ごとに一つずつなんかご紹介していきたいと思います。数回にわたってですね、今のところ数回って感じで思ってるんですけど、結構多くなるかもしれないですけど、まあそれはそれでね、発信なので結果的なものなのでね、やっぱそれだけ結構いろいろあるんだなってことになりますしね、多ければねっていうことなんです。で、前回は一番最初の丸1としてですね、今回丸2なんですけど、1は動機とか、こういうコンテンツ販売をした動機、なぜこういうのを作ろうと思ったのかっていう動機とか理由とか、そういうののお話、1点に絞ってお話しさせていただきました。で、今回は著作権のこと、著作権も今回だけど終わらないかもしれないんですけど、一度ちょっと大きくその著作権がフリーとは言ってるけどそうなのっていうところにちょっとお話ししていきたいと思いますね。著作権フリーといっても裏があって実はそうじゃないみたいなのもあるんですけど、もう本当完全に著作権フリーでやる意向で私はやり始めてるんですね。なんだけど著作権っていうのは自分が良くてもなんかね、ちょっと悪いところに巻き込まれることもあるんですね。だから著作権って利用した方が安全という考え方もあるわけで、行使することが悪いことじゃなくてですね、何もフリーになる、著作権フリーにしたことがなんかいい感じで、著作権を守ることがなんか悪いということでもない、逆もそうでもないって思いますけれども、ただフリーっていうのも怖さがあって、前もちょっとだけそういうお話ししたんですけど、怖いこともあるんですよね。なのでちょっとそういう風にならないためにはここでよくお話ししておかねばと思っています。それで、何がそのちょっと懸念される、起こってもいないことをちょっと予想するのもあれなんですけど、私がなんかすごいいろいろなところでね、事前に下調べとかもした中で、こんなことがあるんだねっていうことが一つ、あるいくつか、ちょっと実はですね、だいぶ前なんですけどね、会社、特にまあ私たちのようなその個人の人にはあまりそういうことは起こりえないかもしれないんですけど、大手メーカーさんとかが新しい商品を開発するときに競って競争しているわけですよね。先に商標登録した方がもう一歩でも二歩でも早い方がそちらになるわけで、なんか商標登録っていうのがあって、商標権っていうのがあるんですよね。私もね、ブランドネームをね、商標登録、実はレジスタードっていうね、商標登録されたっていう意味のレジスタードトレードマークっていう風に呼ぶ、ロゴとかにつけるのの商標登録するときにやってあるんですね。でもそれはこのコンテンツはちょっと関係なしでですね、もうだいぶ前に最初になんかこういうの作っていくっていうときにやったやつで、なんか10年間有効なんですけど、ちょっとそれとはね、またね、途中からこのコンテンツ販売はもうまだ今年のことですから、やろうと思ったのが、そのネームどうのこうのはさておきなんですけど、さっきのその会社の話で、後からなのに先の感じで内容証明を送っちゃうとか、あなたのところがなんか侵害してますよなんてことがあるんです。すごく怖いことなんですけど、なんかそういうことしないでねっていう話ですね。どうぞそこはお願いします。そうなんですよね。だからこういう今もでもデジタルコンテンツが残っちゃいますので、このコンテンツ化されたのが今でももっと前にそのストックしているそういう、ね、動画とか、これが作った形跡がある同じものの写真とかがいつのものかっていうのを見れば分かりますよね。いつに撮影したものかって、細かいところ見れば分かりますので、まあいいんじゃないかと思っています。だけどそういう風になのが結局守った方が本当は安全なんだってことなんだけど、そう言っていってもですね、広まることを重視したわけで、だからその辺は
広まる中ではちょっとあり得ることだとは思っているものの、やっぱりそれが続行していくってことで、こちらの優先して、こちらをそういう著作権フリーを進めていくっていう意気込みでやっておりますね。でもう一つは、ちょっと最近ちょっとネットで拝見したんですけど、もうかなり昔の何年か前のお話になるんですけどね、なんかね、もともと誰かの著作権が存在する作り方やり方を別の人が真似ているのに、その人が著作権フリーだっていうことで、なんか販売かなんか提示して、それを別の人が著作権フリーなんだって信じてやったら、問題になっちゃって、訴訟問題になったっていう話があって、なんかそんなことまでなるんだって思うと、やっぱり訴えるっていう人がいるわけですよね。それは訴えられる方にはちょっと、訴えるなとはなかなかね、言えないわけで、訴えられちゃうとまずいんですよね。でそういうことで、なんかちょっとその辺は気をつけなきゃいけないんですけど、ここでお話ししておくのが、これ全部私オリジナルなので、ちょっとここはご安心くださいね。私がこれをもし何かのを見たりとか、誰かが出したデザインとかだと、ちょっとそこが同じことを、そのね、問題になって繰り返すわけで、コンテンツ販売なんてやってる場合じゃないわけですよ。なんだけど、一から型紙の作り方から、このコンテンツの中ではお伝えしていくわけで、まさに私が型紙から最初から考案したものになりますのでね。だけど細かいこと言ったら、そりゃそうですよ。この折り方一つにしても、こういうふうに折るんだなんていうのは、過去に何かの本を見たからであって、それ言い出したらキリがないんだけど、それを自分の中に落とし込んで、自分のものにしていって、自分のデザインを加えていって、自分のものになったものであれば、もうそれはわからないじゃないですか。そんなことだらけじゃないですかね。だから誰かの伝統は受け継いでいるかもしれないですよ。なんだけど、一から型紙を作って考案して、何も見ずに作ったのは間違いないですっていうことを、ここで一応お伝えしておきます。いろいろお話するとまだあれこれ、もうまだまだ著作権のこともね、まだまだお話ししたいことがあるので、またね、ちょっと別の番号で、今日丸2なんですけど、また引き続く番号で何かお伝えしていきたいと思いますね。それでちょっとさっきの、ちょっと続きなんですけど、私がここでちょっと、いろいろハンドメイドバッグにしても、ハンドメイドをしている人にお伝えできることがあるとすれば、今のそういうこういうトラブルって、結局は自分で一から考えてないから起こることであって、それをみんながやるっていうこと、それそうなんだけど、私のこの著作権フリーっていうのは、そういう段階に至るまでの間の訓練みたいな感じで、とりあえず規制のものをやるときに、そういう変なトラブル、せっかく頑張ってやっている最中の努力している最中なのに、そんなことに巻き込まれてはものすごく台無しにしてしまって残念だからということで、あえても近道ということで出来上がったやつで、私が研究してきたやつを、もうこれをちょっと作って練習してみないっていう意味があるわけですね。なので、それはこういう意味だと思ってくださいね。それでね、結局最後の最終的にこういう教材みたいなことを勉強してやっていくんだけれども、これは著作権フリーだから、もうこれで利用してしまって、これ丸ごと販売するっていうのも全然商業利用が可能なわけで、そういうすごく他あまりやられていないことなんですよね。それをどうぞっていう感じなので、本当に近道して早く上達できる可能性があるなと思ってます。で、腕だけ上達するだけじゃなくて、販売していって実験ができるとか、手応え、お客さんの手応えが感じられるっていうのが途中でできるっていうのが、メリットになるわけですよね。なんだけど、最終的な目標っていうのは、やっぱ人のなんかものばかり やたらその見ることに時間をかけるっていうのっていうのは、なんかね、知らない間になんか洗脳されちゃって、自分がオリジナルで作っているのか、人の真似たやつなのか見失っちゃうことがあるんです。なんか私が思うには、あまり人のって見ない方がいいなって思うんですけど、どうでしょうね。この辺は人の見ないと参考にならなくて、なんか浮かばないんですかね、わからないですけど、でもできるだけその人のことに興味を持たない、人の作ってるデザインに、確かに市場調査っていうのもあるんですけど、結局丸パクリだったりとか、ね、
出来上がったやつを見ている時点でもう他の人がもう販売して出回っているやつじゃないですか。一歩も何歩も遅れてますもんね。でそういうことよりもやっていない人が作っていないようなのを生み出していこうとするその、あのところの時点に立っていた方がよくて、そうするとあまり人のはあのしょっちゅう見ない方がいいのではないかと私は思っています。なのでそうするとその自信を持って自分の完全オリジナルなんだって言える、まあ完全オリジナルってことにすごくあの力を入れるところでもないんですけど、あの自分で考えたんだよってやってきたんだよって言うと誇れるっていうのは、堂々と誇れるというのはやっぱりあの自分で考えてあの長年かけてですね、これもあれしてこういうふうにちょっと変えてとか言ってやってきたわけで、そういうのがあるからこそ最終的にあの堂々と作りましたよって言えるわけなので、やっぱその自信とかそういうものになるにのを持つためにはあの真似っていうのはねあまり良くないなって思ってます。なのでそれよりも真似するチラチラ見て真似するんでくってなんか変なことに巻き込まれちゃうんだったら、訴訟とかになるんだったら、こういうふうにあのフリーな著作権フリーなんだよって言ってるわけですから、それを丸ごとあの遠慮なくあの使ってもらったら、その方がすごくクリアでいいじゃないですかっていう、そういうコンセプトになっていますね。はい、この辺で今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。